どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。ポタルがついに実装されましたね。撃破特攻型のアタッカーということですが、使い勝手の方はいかがでしょうか。僕の方では厳選はまだまだですが、エンドコンテンツなど一通り試してみましたので、使用感を今回は紹介できればと思います。その他にも育成やキャラ相性などもまとめてますので、実装初期のホタルの評価と思っていただければと思います。ホタルに関しては、ルアン必須みたいな評価ももちろんありますが、ルアンなしでも試してみましたので、獲得できなかった人の参考にもなれば嬉しいなというところです。また動画を見てチャンネル登録などをしてもらえますと、今後のモチベにつながりますので、応援よろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。それでは、ホタルの育成面から話していきたいと思います。ホタルの育成段階ですが、現在ではこんな感じのステータスとなっています。撃破特攻の異物に恵まれなかったのはありますが、ステータスとしてはちょっと低めとなっています。速度は140くらいですね。まあ、ただ使えなくはないっていうラインです。攻撃力に関しては、メインステを2つ攻撃にして2400くらいだったので、サブステの厳選はかなり必要そうかなというところですね。今回はこちらのホタルで各コンテンツを確認していきますので、数値を参考程度にしてもらえるといいかと思います。それでは育成面に関してですが、装備やステータスのおすすめはこんな感じになります。まず、公園水からです。公園水は、夢が返り着く場所の持ち公園水ですね。撃破特攻が容易に上がるだけでなく、速度低下と弱点撃破ダメがアップするので、とても便利というところです。壊滅の公園水については、撃破特攻のステータスがアップする公園水が少ないので、欲しい公園水となっていますね。続いては、アイオンです。攻撃力アップに加え、弱点撃破後に余ダメがアップします。星4なら心に刻まれた約束がおすすめですね。撃破特攻がアップする貴重な公園水となっています。もし所持しているなら装備しておきたいというところですね。続いて異物に関してです。異物に関しては鉄器と豪華になります。こちら一択かなというところですね。つなぎとして怪盗やタリアというのはありかなと思いますが、ダメージを出すなら鉄器と豪華がおすすめです。厳選はまだまだできてませんが、これでもダメージはそれなりに出ます。メインステータスに関しては、攻撃、速度、攻撃、撃破特攻で、サブステは、速度、撃破特攻、攻撃パーセントになります。会心系を積まなくていいので、そういった厳選は楽かなというところですね。最後に、理想のステータスについてです。理想のステータスとしては、HP は2600以上、速度は150以上ですね。完全燃焼状態の時に210以上を目指すようにしたいところです。撃破特攻に関しては 360% 以上です。このあたりはバフを持ったりとかでもいいですね。速度に関しては、素の状態で150確保したいというところなんですけど、必殺技の時に行動回数が3回を確保できるようになるので、必ず欲しいところとなります。撃破特攻は360はかなり難しいなっていうところがありますが、追加能力のガンマモジュールで撃破特攻が伸びるので、なるべく攻撃力を上げるように工夫していきましょう。攻撃力が2400あれば、撃破特攻 48% ほどアップできますので、結構重要な部分となります。また、ルアンの撃破特攻アップや、異物の時計や4セットの効果で撃破特攻を上げれるので、戦闘中においてもかなり大事な要素となりますね。この2つを組み合わせて 50% を確保できますので、ガンマモジュールと合わせれば 100% 近くはアップできます。ラインとして 260% を目指すと 360% が狙いやすくなるっていう感じになりますね。他の要素もしっかりと押さえておくのが大事です。ということで育成面に関しては以上となります。続いてはキャラ相性についてです。まず編成に関して話していきたいと思います。編成に関してはルアン、調和主人公、ギャラガーが必須となります。というか編成はもうこれで決まりっていう部分ですね。ブートヒルと同じ感じになったなというところです。そのため、この編成から1人でもメンバーを変えたりすると、ダメージはもちろん下がりますし、戦闘効率においても思った効果が出なかったりします。特に、ルアンの部分ですが、代わりに系内粉やペラーっていうのがいます。2人とも防御力ダウンで弱点撃破のダメージアップ要因となりますね。ですが、そもそもホタルの火力は弱点撃破が求められるので、人生削りがうまくいかない分、効率は下がるっていうのがありました。この効率部分が我慢できるかどうかがルアンの必要性になってくるかなと思います。ただ、ホタルの弱点撃破効率はそれなりに良い方なので、速度と弱点をうまくコントロールできればそれなりに活躍はできるかなっていうところですね。でも、ルアンを入れた編成を試すと物足りなさをすごく感じるので、ルアンがいるならぜひ組ませたいというところになります。
ちなみにルアンなしで虚構女児や忘却の庭をプレイしてみましたが、この弱点であればそれなりに活躍はできるというところでしたね。もちろんターン数はかかってしまいますが、単純にクリアができるので9大点くらいかなというところでした。また編成についてですが、ホタル、ルアン、調和主人公、ギャラガーの一択と言っていいかと思います。ダメージ、回復、サポートのバランスが取れているため、他に専用のキャラが追加されない限りは固定になるかなというところですね。まあ、今後、工場枠が出ればギャラガーが入れ替わる可能性はあるなというところです。ルアンに関しては、他の編成に組み込んでいる場合は、2枚編成攻略などで困る部分かなと思いますね。特に、カフカの持続編成と合わせた場合、ルアンが被ってしまうため、このあたりを他の調和との組み合わせも重要になるかなというところです。ルアン部分ってなかなか変えれない部分なので難しいですよね。それではルアンの替えなどについても紹介したいと思います。ルアンの替えとして扱うのであれば、サポートなら K ナイフ、ペラ、アスターがおすすめです。だいたいこの3人を回す感じがいいかなと思います。その他に虚構女児などのような特殊な条件でアタッカーとの入れ替えなら姫子が良かったりしますね。ギャラガーの部分は他のヒーラーや孫悟であれば誰も問題はないと思います。ギャラガー以外の適性がいないから今としてはギャラガーで十分というところですね。ホタルはとにかく最適な味方を揃えることが求められますので、この点は注意しておきたいところとなるかと思います。だからこそ他に編成がなかなか見つからないなっていう感じはしますね。それではエンドコンテンツでの使用感を解説したいと思います。まずは裏庭の評価からいきたいと思います。裏庭に関しては炎弱点なら問題はないなっていう感じでした。ただし、ルアンがいないとターン的にはかかるなっていうところですね。短縮はできないなっていうところでした。あとは、人生削りの部分がどれくらい早いかで、ホタルの適性が変わるかなっていうところですね。まあそういった意味では、炎弱点は必須かなっていうところです。ダメージに関しては、弱点撃破後にしか出せないっていうのがありますので、オートよりも手動でしっかり考えながらした方が倒しやすかったなっていうところでした。あと言っても扱いやすくて戦闘は楽だったので全然良かったなぁと思いますね。まあ次回ここのあたりがどうなるかっていうとこです。続いて虚構女児です。虚構女児に関しては弱点撃破やダメージが見込めた場合は姫子やヘルタとはかなり相性がいいと思いましたね。性格攻撃がどんどん出せるのでこのあたりは強かったなと思います。ただし最終の虚構女児クリアに関してなんですけど、姫子とかそういうのがいない場合は4万点を狙うっていうのはかなり難しかったですね。調和主人公ギャラがルアンの編成でやってみましたが、まあ、4万はなかなかいかないなっていう感じでした。なので虚構女児をクリアするためにホタルを使うかっていうとちょっと微妙なところですね。ちなみにルアンなしの場合ですが、難易度3で3万半ばぐらいならいけるかなっていう程度でした。難易度4になるとちょっと難しいなっていうふうに思いましたね。まあ、そういった意味ではルアンはいた方がいいなと思います。続いて海沙宇宙です。海沙宇宙に関してはホタルの接待が来てるように感じましたね。で、炎特化の属性強化と壊滅と孫悟があればホタルに関してはかなり楽に回せるかなと思います。戦闘の開始から相手に高ダメージを与えれるのでこのあたりがめちゃくちゃ強いですね。また秘技による敵の殲滅が楽っていうのも特徴です。戦闘部屋に関してなんですが、基本3体敵がいるため、秘技ポイントの消費が激しくなります。読みとかの場合、サクサク倒せるんですが、消耗品が使えないため、扱いづらくなってます。まとめて攻撃ができるホタルの方が優秀だったりしますね。ただこれに関しては、サーキットの消耗品が解放できれば、読みでも楽ができるなっていう部分でしたので、まあ、最初のうちはホタルの方が扱いやすいなっていうところでした。また戦闘においてですが、撃破特攻さえできれば特に問題なくプレイができたってなりますね。続いて末尾の幻影です。後半のアルジェンティーとの属性相性が良く使いやすかったなっていうところでした。まあ、今回は特に後半に合わせてたっていうところですね。今回のギミックなんですけど、撃破ダメージギミックがめちゃくちゃ相性がいいので、とりあえず弱点撃破さえしてしまえば高ダメージで一気に処理ができるっていうのが良かったです。今回の末尾の原因に関しては弱点撃破をしてからが本番なので、超撃破を有効活用しやすいっていうのも今回良かったところですね。各エンドコンテンツとしてはこんな感じになります。まあ、全体的な話で言うと、虚構女児では敵の数が多く攻撃回数や自分のターン以外での行動が重要になるのでちょっと物足りないなっていう感じでしたね。ホタルだと役不足な感じも少しはしました。姫子などをうまく使うともちろん活躍はできるんですが、ホタル一人で革命が起きるほどかって言われるとちょっと微妙なところっていうところでしたね。ただし撃破特攻のアタッカーだけあって、その他のエンドコンテンツとは相性が良かったです。まあ、このあたりギミック相性というところでしょうかね。
特に末尾の幻影に関してはギミックと相性が今良くなっているので攻略はしやすくなっていると思います。実装日で普通にクリアができたのでこの辺りは本当すごいなと思いますね。それでは蛍についてまとめていきたいと思います。蛍に関してですがトップクラスの撃破スペシャリストだと思います。使用した感じでは育成の段階で弓に似た感覚がありましたね。もちろん火力を出すために編成条件などはありますがそれに見合った火力が出せているのでめちゃくちゃ強いなと思ってます。弱点撃破のスペシャリストっていうのも本当にいいところですね。それでは簡単にですが蛍の強みと弱みについてもまとめて紹介したいと思います。まずは強みです。適切なチームなら火力は発揮しやすい。弱点撃破からの高ダメージが強い。弱点不要で編成の特徴を活かせる。 EP 効率はほぼ2回の攻撃で行える。効果抵抗と火ダメ減で耐久値を確保できるというところです。まあ、強みの部分に関しては短期でもそれなりに火力が出せる性能となっています。ですがそれをチーム編成でさらに強くできるのが蛍の強みというところですね。意外と炎弱点が編成と相性がいいので組み合わせとしてはめちゃくちゃ扱いやすいかなと思います。腐りにくいっていうのも特徴ですね。続いて弱みについてです。編成によっては機能しない場合がある。炎弱点以外は時間がかかる。弱点撃破でないと火力が出ない。ステータスの条件が難しい。 SP 管理が非常に難しいという風になってます。弱みとしては弱点撃破ができないと機能しないという点ですね。そのため弱点撃破できる攻撃が優先となるため相手によっては苦戦しやすいと言えます。特にプーマンのようなロックがかかる系だと相手しづらいっていうのがありますね。なので狙う順番とか非常に考える必要があるかなと思います。以上で実装初期の蛍の使用感や評価について終わりたいと思います。個人的には人生削りなどはどのアタッカーでも必須項目なので弱点撃破からの爽快感はとても魅力的だなと思いますね。使ってて気持ちがいいキャラではありますよね。もちろん先ほど話した人生ロックがかかるとどうしようもないっていう部分はありますがその前にとどめを刺せばいいかなと思いますので戦略性がとても楽しめるキャラなのかなと思います。まあ、これからね撃破特攻とかねキャラが揃ってくると思いますのでこのあたりは注目していきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたらよければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。